ハロー YouTube! まさかのチャンネルです。今回はね、このガンプラ RX78 ね、ガンダムフルウェポンセット作っていきたいと思います。これね、こんな感じでね、なってましてですね、こういう風にね、非常に簡単なパターンね、いつも私が最近作ってるね、こういうハイグレードじゃなくてね、簡単に作れるやつですね。これを作っていきたいと思います。じゃあこれをちょっと切り取っていきたいと思います。これをチョキチョキしていきます。チョキチョキね、していきます。アカウント消してもね、基本的にはさ、ID あるじゃん、ID。この間見せたでしょ、ID。ID 押さえてるから無駄なんだけどね。あ、なっちゃんありがとうございます。こんな感じでね、順番に。これが A の3、4ね。それから B パーツ、B パーツ、そしてこの、これね、C パーツ。そしてこれが何かな ?SB パーツかな。うん。そんな感じですね。で、やっていきたいと思います。ガンダム、もう、だいたい頭からだね、これね。A のパーツから。だいたい A のパーツ。A の1番。A の1番。そして、A の16番。もうちっちゃ。A の16番。で、B の3番。B1 の3番。で、ガンダムの頭の部分を作っていきます。そしてここを、もうちっちゃ、こんな感じかな。で、B1。頭ね。ガンダムのこの頭の部分を切ります。するともうね、ガンダムの顔になるんですよ。ガンダムの顔に。ガンダムの顔になるんですよ。見えないか。
144分の1はね、きついよね。きついけど、これ以上、なんか大きいのはちょっと、売ってなくて。A の15番。おお、グレート。パチ組ガンダム。頭です。頭です。はい、できました。そしてですね、A の B の6番。A2 の6番、え？A の、わかんねえ。A の2番。この安いガンプラシリーズいいね。ちょうどおじさんができるような感じ。A の6番。で、こうなってこうだよ。で、入るね。こう。で、A の17番。A の17番。こんな感じかな。です。で、A の5番。思ったより進む、これやばい。思ったより慣れて、まだ前に比べて慣れてきてるから、やばい。前に比べて慣れてきてるから、早くなった、やばい。こんな感じ？で、A の18番。A の8番。おー、こんな風になるのか、すげえな、なんか。こんな風になりました。で、頭とね、できましたね。で、A の78。A の7番。はい、出来上がりです。
それではまた次回まで、バイバーイ。